型コロナウイルスの影響で営業を休止していた東京練馬区の遊園地としまえんなどが今日から営業を再開しました。こちらの施設、およそ3週間の休止期間を経て今日営業再開しました。ジェットコースターが出発していきます。としまえんでは再開にあたり来園者に検温をして遊具の消毒を定期的に行い、ジェットコースターは1列おきに座るといった対策をとっています。子供がやっぱりどうしても退屈そうなんで連れていきたいなと思ってますね。乗り物を結構乗りたい、楽しい経験にしたい。お化け屋敷など密閉した空間の施設は引き続き休止だということです。また横浜市の八景島シーパラダイスも来場者に対してサーモグラフィーカメラで検温するなどの対策。会長に送ったと発表しました。ノルウェーオリンピックパラリンピック委員会は IOC のバッハ会長に宛てた書簡の中で、新型コロナウイルスが世界規模で中心部はやはり閑散としていますが。